はい、おはようございます。笹田です。連休入りまして、もう昨日まで一生懸命お仕事をこなしてましたんで、今日明日ぐらい休んでもいいよなみたいな気持ちでいます。コンピューター並列の取り組んだりとか、あとまたギターもちょっとこう気分転換にやってみたいなと思ってるんですけど、お話ししたいのはこの結末です。この間ご紹介して、すっかりその後のことをご紹介するのを焦ったんですけども、これどこだっけ、ロート製薬だったっけ、あ違う違う、ギターのね、ギターの爪が削れるってやつね、これ。こうピック持つでしょ。でそこでその、まあ私の持ち方は悪いかもしれないんだけど、ピック結構深めに持っちゃうから、爪が削れてですね、だんだんそのここで変な風に削れていって、いよいよこれ弾けなくなるんじゃないかみたいなお話したかと思うんですけども、でその時にこれを見つけて、で近くのお店にあったもんで買ってきて、あれから使ってます。結構使いましてね。でそうすると効果は十分ありました。たっぷりここを塗っとくんですよ。でも自然に剥げてきます、ピッキングしてると。だけども、こうカッティングとかこう激しめっていうか、引こうっていう前に、まずはこれをしっかり塗って、場合によって2度塗りぐらいして、それから取り掛かると、爪のダメージはほとんどないですね。まあ、完全にないってわけにはないんだけれども、前に比べればぐっと少なくなりましたんで、これどこで売ってたんだったっけね、ドラッグストアにありましたよ、リッチネイルってやつ。これがギタリストにおすすめじゃないかと思う。ね、この人差し指、前みたいにこう辺がこう米びつみたいに変にへこむっていうのは回避できてるんで、おすすめです。いや安いしね、意外と、そんなにいくらもしないですよ。600円、700円ぐらいだったかな。もうこれで当分使えますんでね、これだけ量入ってるから。はい、ということで、今日はちょっとコンピューターに没頭します。じゃあ。